大丈夫かな大丈夫かな急に切れてしまったこんばんはみんな大丈夫かな移動できたかな今ね始めたら急にパンって切れたの大丈夫かな気長に待つかありがとう音声画面 OK ありがとうございます こんんばん,はなんかいや多分私のせいじゃないんだと思うんだけどね OBS がバンって切れたのいきなりごめんねちょっと移動して戻ってねせっかく待ってていただいたのにありがとうこんばんは、うん、本人ですよ逆に私っぽい人いたら教えてほしい <laughs> なんかシンパシーを感じるじゃんもしここまでね そうそうそう私も今確認したら2秒ぐらいだった <laughs> すいません皆さんこんばんはこんばんは元気東京はあったかかったねちょっと明るくしよう今日もいちごなんかね 今日さあすごいあのさっきの全然ご飯食べてないのね夜ご飯夜ご飯食べてないんだけどさっきまで、ね、んか久しぶりにまたお腹がさ何も食べてないのになんかもう膨れてもう,うえっみたいになってそう体調が悪いとかそういうことじゃなくてあのよくあるんだけどそうえなんでこんなあんま食べてないのにまあ昼のあのオムライスを食べたぐらいなんですけどそっから全然食べてはいないんだが。 なんかすっごいお腹いっぱいでみたいな、うん、だから今日も多分夜ご飯食べないかなこうちゃんありがとうございまますすすお疲れ様ででさん大丈夫ですよよ今着きましたよありがとうちなみに今日はねあの前にさ配信でこうちゃんがさあのアクセサリー送ってくれたって言ってたじゃないあのつけてみたよ届いたのでつけてみましたあとはこうちゃんこれもくれたのでこれに今日は入れてみました ありがとうねね春だね今日は何度行ったのかな東京は予想は昨日見た時は1819ぐらいだったんだけど結局どんなんだったかしらでも確かにあったかかったし上着を着ていかなかった今日は初めて。 いちごはねいちごはまああのー、もう水みたいなものなんでこの髪型いいねほんとすごいシンプルじゃない <laughs> あ今日花粉がヤバめなんだそういう時期になってきたね みんななどう花粉はなんかさっきさあの記事を見てたら花粉ってそのコップ一杯のなんコップがもう満たされた状態になってまあんか自分の体の中で花粉がいっぱいだよってなったら発症するっていうふうに教えられてて私もそうだと思って私は花粉症じゃないんだけどそう思ってて。で かかなんかなのかなんの多分ニュースでやってたのが記事になってたんだけどそれも確かに別に間違ってはいないんだけど少し補足が必要でみたいないっぱいになるからうんぬんじゃなくてこの体の中にアレルギーと戦うものと、まあ、取り込んでしまうものみたいな2人がいてそれがシーソーのようにバランスをとってそれがバランス悪くなると発症したりとかするよみたいな感じ。 で言ってたあていうあ,あそういう論理なんだみたいなシーソー論理うんなんだなって思ったうん。「サムネがサ沙リそっくり」本当に似てきたかなよっ寄ってきたかなお互いが寄ってきてるのかもしれない。 いや個室は悪くないと思うよ多分あの画質上げてくれれば多分大丈夫だと思うその設定だと思うよ、うん、とうとう花粉症になってしまったのかなという症状が続いています毎年それをさなんか不安になるよねあれなんかこうぐじゅぐじゅしてるってことはとか目が痒いとかさ重いとかちょっとなんかここら辺がだるいなみたいなんだとおう ついにかってなるよね結局どうなどうなんだろうね私は今年は全く何も反応はしてないかなこうちゃんご返却ありがとうございますやったななさん使ってくれてありがとうございます嬉しいですありがとうございますよかったななさんに届いてくれて本当にななさん嬉しいです <laughs> あ,りがとう、ね、ありがとうねありがとうねうん なんかでもさ東京に私の母もですね確か東京に来てから花粉症になったって言ってたんじゃないかな地元に青森なんですけど地元にいた時は全然そうじゃなくてみたいな環境が変わったりとか逆にだってさ屋久島とか屋久杉とかも杉がいっぱいあるわけでしょだけど全然なんない。ね、だかからいろんなこう空気とかがね。 まあ、都会ですから入り乱れてっていうので反応してたりするのかもしれないよね。最近流行りの AI チャットでコメント考えてもらったけどあんまり面白くええでも逆にえっチャット GDP ってことやってほしいなどう,どういうコメントをしてくれるんだろう面白くなくてもいいよ。 目も耳も鼻も中まで通い頭皮まで通いうわつらいつらいねうんそうねそう YouTube のサーバーがちょっと調子悪いんじゃないかってねここあの多分えっと考えられるのはアップデートというかあの Mac のあれシステム ああのアップデートしたから多分そこそういう時っていつもそんな感じになるんですよねだから私はちょっとアップデートしないと逆に怖いんでまああの1時間前ぐらいにアップデートしといたんですけど、うん、だからなんかそういうのでちょっとあるのかもしれない、うん、はじめましてこんばんはお風呂のたびにトリートメントしてますねうん あのリンスはもう。何年使ってないかな、もう二十年ぐらいリンスというものは使ってないかもしれない。やっぱ都会に、ね、都会に来るとなるっていうのはあるのかな。皆さん、こんばんはです。今日は丸亀う。さんのうどんの日でした。 そういうい日があるのなんかすごい、あのー、映画のレディースデーみたいなそんな感じでちょっと安くなったりとかそういうことじゃなくてなんかそ創立記念日おめでとうみたいななんかやってたのいまだに花粉症になってない都会人になってないから私うんめちゃめちゃ都会人というかもう超東京の人なのでうんまあそれかなんか私風もそう引かないし。 まあもちろんコロナにもなってないしまあね私の体感もなってるかもしれないけどねなってないしなんかそういうの強いのかもしれないうんなんかノロウイルスになった人とかをねなんかあの助けてっつって看病しに行った時も全然いろいろ掃除してあげたりとかしたけど何ともなんなかったしなんか強いのかもしれないもしかしたらひな人形はないですうん。 うん、しかもこの年でひな人形を飾ってたら結構ちょっとちょっと辛くないしかも一人でさ飾ってたらちょっと辛くないだけどひな離れはめっちゃ食べてる毎日のようにひな離れ大好き。 花粉あなんか玄米がいって誰かも言ってたな花粉対策にうんきついかみんなこんなのでした面白くないでしょ奈々、うん、ちゃん最高美人すぎるトークうまい癒されるおしゃれだね歌うまい可愛い,い声私もそう思うもっと動画投稿して <laughs> すごい、ね、一言系なんだね結構うんへえー、なんか合いの手みたいな感じかなうんそうなんだそのうちに AIAI AI がこう来る日が来るのかなみんななんか任せてこうコメントとかねコメントするの楽しいもんね任せたくないよねそんなねもちもちが今日は家政婦はみたいやってますね うん、さっきからねずっとねあの一緒に寝てたからちょっとねし、あのー、仕事から帰ってきてあのご飯食べてでご飯食べると大体なんか横にな,かなりたいみたいできなちゃんともちずっとね寝てたんですけど私がまたいそいそ準備し始めたのでちょっと寂しがってる。<laughs> 花粉症確かに環境によって出てくるかもしれませんね私も通学していた高校の中に木が多くて発症しましたあそうねみんなだから私はねな,なってないけどいずれなるかもしれないからなんかあのこれが私的には個人的には聞きましたよみたいなのあったらねみんなで情報を共有してねいろいろ試してみましょうグルテンフリーがいいんだんーん。 ダンディで作ってほしい <laughs> 映画館にもそうだよね本当だよねうんどっちもあっていいよね今日の福川ありがとう女子力は高くないですよ <laughs> 女子力は高くない決してうんこれで女子力高かったらみんなもう もう女子飛び越えて何みたいな神みたいになっちゃうぐらいうん女子力はないよ、うん、だって夏とか化粧水すらつけない日々を送ってんだよ私、うん、でも髪だけはやっぱり長いからね、うん、だからケアしてあげないとバサバサになっちゃうからで髪も量多いしそうだから普通のインスぐらいだともうなんかびくともしないんだよね、うん、だからもうオイルとかもべたべたにつけちゃってるも 名前言わないけど絶対似てないでしょいちご狩りいいな今年行ってないな行きたいあーお餅ひし形のあのさあのひな祭りのあれであられみたいなやつはあるけどさひし形のお餅型のあられはいいけどあれ餅ってどうすん餅が見てる。 餅ってあれと食べるの,あの最終的にいつも謎だったんだけどうちは小さい頃にひな人形を飾ってた時はあ,のあられのなんかあの雷おこしみたいなあのあのお菓子あるじゃないあの米をガッて固めたやつ、うん、あれを置いてたから餅の存在は知ってたけど食べたことないんだけどあれはあれでもう役目を終えたら捨ててしまうのかしら こんばんばはゲームとご <laughs> ごめん、ねうん、ごめんんねねゲームやりって多分タイトル止まっちゃってる場合は「やります」だと思うよね。やりたいけど我慢してるっていうねちょっと変に釣りになっちゃったかな釣りタイトルになっちゃったかしら。ごめんやらないのよ。うんもうやったらもうダメなのよ今は。うん 結構ねあのやること多かったり考えることが多くてゲームやっちゃうともう,もう大集中しちゃうからゲームにねうんカレーとラーメンはどっちが好きかなカレーかなうんどっちかっていえば。 今日は久しぶりにゆっくり見れて嬉しいあよかったコオロギとサメどっちだどっちも好きっていうほど議題に上がったのが今人生で初めてなんですけどどっちも別に何のか感覚もないですね無うんむ、うん、まあでも究極選ばないとどうにかなっちゃうっていうんであればどっちかなどっちかなうーん まあでもなんかこうトータルでいろんなことを加味して、うん、上手だったりとか例えばじゃあ、えー、とユニバーサル・スタジオでの上手での,あの出会いとか、うん、映画でのお世話になってる感じとかサメってすごいなって見てる感じの雰囲気でいうとサメかな、うん。でもコオロギさんはこれからもしかしたらお世話になるかもしれないからよ,よろしくお願いしますとだ、まあ、まだ初見さんって感じかなコ,コオロギとの。 コロギとのうんまあ接点というとね飼ってたこともないかなコロギでも私虫全然大丈夫だからうん食べるはまた別だけどね虫は全然あのー、仲良くできるから、うん、え急に土砂降りになったのえどこが どこどこがそんな今東京は違うあところでマンダロリアンマンダロリアンだあ三3月だそうだ見なきゃねえみんな知ってるマンダロリアンってディズニープラスでやっているドラマちっちゃいようだが かわい,いちいこいヨーダがねヨーダじゃないんだけどねヨーダと同じ種類の子が出てくるねかわいいマンダルリアンすごい好き見たいねあひしもちゃ強引にそめもちにしてるあああげる焼くあ結構ちゃんと食べてるんだねああそうなんだはあ なんかさでも色がさサンダ段あるでしょ、うん、なんか扱いづらそうだよね焼くのもさちょっと分厚いかな普通のよりは少し分厚くなってるかな焦げてしまいそうなんか失敗してしまいそううんなんかさ私もち好きだからよく食べるんだけど今のさおもちってだいたいさ切れ目がちゃんと入ってさパカって上から開けるようにさてあのされてるじゃない焼きやすくなってるからさ たまになんかそういうちょっといいやつとかたんとさあの買ったりするとさその十字架みたいにさなんかついてなくてさねだからなんか本気でうまいこと焼かないとすごい失敗するっていうであのさ餅がさプカーってさ上がってきた時にさそのまあ高さが上がるわけでしょそうするとまああの,あのガ,ガスの何あれあガ,ガラガラのえっとこ,こ,こ,こなんつうの あの魚焼くところあれあそこで焼いてるとさ上からの火で結構焦げちゃうんだよねそれがすごい大変だなっていつもだからずっとこうやって見てないとさ、うん、ちょっとでも目離すとすぐいるのブワーっていっちゃうからさ、うん、雑談の方がいいでしょ、うん、そう思って。結構ねあのー、そう あのゲーム配信ももちろん好きだしいいんだけどそのゲーム好きな人ももちろんいるしあれなんだけど結構喋ってやるのもまあまあ自分のことは大変ではないんだけどなかなかそのゲームを分からないとコメントしにくいみたいな、ね、方もいらっしゃるからねだらだらとゴールデンウィークゴールデンウィークまで待ってるかなまあねあとはね「龍ごとが如く」がどうやら来年に出るんだよね。 がでティーザーを昨日見てうおーってなってそう春日一番とね桐生がね桐生さんの髪型めっちゃかっこよかったんだよなんかちょっと若返っててびっくりしたんだけど若返ってんのかでもはあのちょっとシルバーっぽい白髪みたいな感じだったからもしかしてまあ年はいってるけどちょっとなんか髪のイメージ変えたのかなかっこよくなってたよなんかうん。 とりあえず維新はねやらないとねトリートメントとコンディショナーの違いがわからないそう私もよくわからないんだけどなんかリンスみたいなのはちょっとデイリーで使えるでもね私もデイリーで使える、えっと、ケラスターゼは私使ってるんだけどデイリーでも毎日使えるトリートメントみたいなのも使ってる、うん、あとはいろいろ変えてるから日によってうんなんかそうなんだけど リンスだとなんか、なんかちょっと膜を張らない気がする。うん。でも私も本当のことはわかんない。どうなのかがうん。あの如実に何かがっていうのが毎日。使っていいものなのか、悪いものなのかわかんないけど、一応トリートメント週2回とか1回とかが推奨されてるでしょうんだ。それ、私は毎日使っちゃってるけどね。 ンカツ食べたなヤドカリ飼いたいな <laughs> うんマンドロリアンのぬいぐるみがコストコで売ってんのええもっんとかみんな,な,んかな何か何買ってみんなじゃああのねえ動物を飼ってらっしゃる方は何を飼ってるんですかって言っててうんかしは元気だよ たかし近近合うよ。いちごは下手の方から食べると美味しいらしいのですが、試したことはありますかも,もちろん、もう全部。多分百二十パターンぐらいで試してますね。うん。種だけ食べるとか、下だけ食べる、上だけ食べるとか。うん、もう横から食べるとか、一気に食べるとか、いろんなパターンでやりましたけど。 単純にここが一番まあ甘いのはこのてっぺんでしょだかこ,こから食べてたら甘いのだけ残るからってそういうことじゃなくてだ極論も一、えー、回で食べるかもう私はもう,こう全部半分半分で食べるのが一番美味しいと思ってる団子で食べ団子食べてるよ キカゴジって何キカゴジって何よトーク前ですかありがとうございます、うん、あま褒められるコメントはそんなに拾わないんですけどトーク前って言われるのは嬉しいそうすなわちみんなが楽しく聞けてる ね、人が少なくともいるってことは嬉しいですね。うん。トークがうまいっていうよりも、喋るの好き。うん。で、会話するのが好きだし、逆に言うと私聞くのも好きだから人の話を。うん。どっちも好き。カメ、ウサギ。うんめめごいって何？ うちもあの実家はウサギ飼ってましたよ。うん、モルモットアロエちゃんかわいい名前メダ,カかメダカ飼いたいな。 猫とと犬飼っっっててるのってちょっと羨ましいな私も一時期ねあの猫ちゃんをねあの友達の猫ちゃんを預かってた時一時ね犬と猫一緒にいた時があってああ将来こうなったらいいなとか思いながらねでもほら相性もあるから、ね、相性がいいのはすごく羨ましいなと思うでも一番私ハムスター歴が長いですからね 度就職してあの絶賛受,け受付でありますからはい本気だったら <laughs> あのちょっと入りたいんですけどと送ってください、はい、銀だこ値上げで1個100え大きい声出しちゃったごめん。 本当に聞き捨てならないね三毛の猫ちゃん飼ってるかわいいえっイチゴの粒々は実は種ではないんだとか粒々が実でその中に本当の種えこの血濃い 種らしき点々の中に種があるの？み。じゃあこの赤いこの人たちは誰？だだ誰誰なんですか？すごい不思議な急に不思議な食べ物になりました。あそうなんだ。へー。 言葉いろいろ知ってて、そう？そんな知らないタイプじゃない。だってさっきあの何あの魚のググリルグリルのやつすら出てこなかったよ。うん。楽しくき聞,聞いています。ありがとうございます。マルチーズプーかなマルプーってことは。うん。 飼ってたなめドいは津軽弁なのへえだの和、うん、は知らなかったうんめドいは知らなかったカトチの冷凍のも値上げになったのみんな値上げだねへえ メダカついてて水槽に指入れるとドクターフィッシュ状態で吸い付いてくるめちゃ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 好かれてるねそんな魚いるんだすごいねへえバイトから巡査になりましたおめでとうお前うおめでとうトカゲも飼ってた私、うん、イモリヤモリ トカゲ飼ってたうんいちごの黄色はファンネルからあー確かにファンネルだわごめんねガン,ガンダム好きだけが分かるファンネルねファンネルだわこっからビーンって飛ばしてるわけだねだとしたらめちゃめちゃファンネルだねな何ファン100ファンネルぐらいはあるよ チャット GPT で「片瀬なのを一言で表したと聞いたら「魅力的な多彩な女性」との回答合ってるけどやっぱり面白くないね <laughs> あの面白さ求めないでいいのよすごい嬉しい気遣使ってくれてんのかなへえんかう嬉しいねえー、だから銀だこ8個入りで800円か 5600円じゃなかったかしらなんかそんなもんかでもな1個って考えて1個が100円だと思うとすごい高いねちょっとうちで作ろうかなっていう気分になってくるかもうんいちごの本当の種一見すると。 種のようにしか見えないやせや,やせ,やせには中にしっかり種があります。いちごの果肉の表面にある小さな粒こそ種という認識自体も間違いではないのですが、正解とも言い切れません。ん小さな粒が果実で種はその果実の中にあるよというのが雑学で語る上でああそうね雑学的にはそうだね。うーんでも覚えたとこう。 中に種があるんだよっていうね。そして実、身にとまれてる赤い部分は。硬くと呼ばれ。いわばクッションのような役割を持っています。痩せ、痩せかの。数が多いほど。硬くも大きく育つんだ。そうです。ああ。この種らしきもののファンネルが。 多多ければ多いほどいいんだ確かにこれすごい多い気がする甘いんだよでお大きいしなるほどへえ我が家の最年長の猫が今日帰ってきました今日帰ってきましたなんか旅行行ってたのかな猫ちゃん近所を散歩してたのかなうん ハルチーーズとトーイプドのミックスかわい,いっぽそうだね絶対かわいいね実質値上げうん実質って言葉で使いたいのは実質ゼロ円だからね一番実質っていう言葉に合うものは実質ゼロ円だから実質値上がりは一番なんかちょっとね聞き捨てならないというかねあんまり好きじゃない言葉だねうん実質ゼロ円の方がちょっとラッキーっぽいじゃんなんか。 えなんか払ってたと思ったけどあただなんだみたいなあ結局ただになるんだみたいなラッキーみたいなのがすごいね「実質ゼロ円」っていうのは私習字でもねよく書くんだけど、うん、一番好き一番ではないけど、うん、3番目ぐらいに好きな言葉かな、うん、書くにも言うん EU、にも、うん、テンション上がる。 コウちゃん800円ありがとうございます。ナナさんの雑談は最高ですね。ありがとう。今、ナナさんの生配信を柴犬と一緒に見てますよ。そうだ。コウちゃんちは柴犬いるんだ。やっぱりナナさんのトークいいですね。ナナさん癒されますね。ナナさんいちごの種類は何ですかナナさんお茶は何ですかいろんなナナさんの言葉知ってるってすごいですね。今日のナナさん服可愛いいですね。ありがとう。もう褒めちぎって、もうキラキラコメントで。もうね、すいませんね。ありがとうございますね。えっとね。 いちごはは種類は分からんあのこの間いただいたものの茨城のいちごって感じだから種類はちょっと分かんない、うん、でお茶はいつものジャスミン茶ね大道のジャスミン茶です、うん、ザリガニ飼ってんの懐かしいんだけどうん誰とも仲良くなれそうだそうかなうんまあそうだねわりかし嫌いになる人はほぼいないかな うん、相手は知らないけど私は嫌いになる人はいないかな、うん、あの嫌いっていうかやっぱ苦手な人はいるじゃん誰でも、うん、なんか嫌だなとか合わないなとかなんでこんなこと言ってくるんだろうみたいなのあるじゃんで私はそれで結構引き下がらないの、まあ、よっぽど嫌だったらねよっぽど合わないとかお互いになんかこうね あんまり良くない感じの雰囲気だったら、まあ、引き下がるけど静かにするけどなんか単純にじゃあ例えばはっきり言えば性格悪いとかなんかこうす,すごいズバズバ言うみたいな子であったとしても逆になんかそれが気になってくるのどう,どうしてそういうこと言うんだろうとかなんか,かその人を称賛するわけでもないしあのそれをいいと思いたいとか言うわけじゃないんだけどちょっとだから。 まあ変な意味で言うと面白がってるみたいななんでこういう言葉を発してくるんだろうとかバックボーンを知りたくなっちゃったりとかで興味出てるうちに話してるうちになんかだから最初印象が超最悪だった人とか絶対仲良くなんないだろうなみたいな人が意外と何十年も仲良かったりとかあそういえば思い返してみれば。 印象悪かったし全然こんなに仲良くなるとは思ってなかったんだなみたいな人と意外と仲良かったりとか、うん、してそんな感じかなうんいちご食べてんだよ「そうか」っていうんだ「<laughs> 痩せ痩せか」って書いて。うん 秋吉さん、せん、ありがとうございます。質問お願いします。女優目線で誰が綺麗でしたか、同世代だと若手だと、大女優だと、めっちゃ聞くやん。うん。いや、言うならば、もうみんな綺麗だよ本当に。綺麗じゃない人を探す方が難しいと思うよ。うん、でも、やっぱり女優さんって。 そのなん外見はまずもちろんそうなんだけどもやっぱりこう内面から出るものっていうのがこうやっぱ表現をする人たちだからうーんなんかこう誰だろうないやみんな綺麗なんだよすっごい誰だろうなみんな綺麗だな 全員言ってこうかああ行から言,言ってこうかぐらいの感じ難しいねこ前もなんかこれ聞いてくれた気がするけどいつもこれで出ないんだよね用意しとかなくちゃね誰が綺麗かってうん誰が綺麗みんな誰が綺麗誰が綺麗そうだなって。 綺麗だな。うんあちょっと後にするね。<laughs> 思い出したら思い出したら。うん。女優目線でというかそうだね。まあうん、そこら辺はやっぱり同業者の気持ちで見てるからね。どうしてもそういう目線にはなっちゃうかもしれない。先駆け岡本塾さん800円ありがとうございます。こんばんは。昨日はせっかくお時間作っていただいたのに、結局仕事って待機できず申し訳ございませんでした。 なるほどやっと判明しましたそうだったんですねあらなるほどそうずっとまあでもここではそんなその話をねあまりしないとは思ってたんですけどただ誰だかが分からなかったのでなるほど先駆け岡本塾さんだったんですねうんそれはそれお仕事お疲れ様ですね残念でしたねまたなんかタイミングがあったらねぜひ 今日どうしてそんな環ナちゃんはないよもう言っとくけどうんでも私環ナちゃんはお会いしたことないかもしれないですね多分見たらびっくりするんでしょうねうんあジャスミンちゃんありがとう 実質ねさ実質0円,、うん、実質ゼロゼロ円っていうなんかもう4文字熟語みたいなことこが好きなんだよね。<laughs> あの私が一番ですよとかもう全然もう気ぃ付かなくてもうだ大丈夫ですよ。め、うん、めちゃめちゃゃあと私より綺麗な人は多分ね3,000人ぐらいいます、うん。だからみんな本当に会ったら、うん、気失うと思うから。 うん、だから会わないほうがいいよ多分キーシーなあゆりちゃんゆり子ちゃんゆり子ちゃん超綺麗可愛い大好きあそうだね石田ゆり子さんかもしれない、うん、私はけあの愛を込めてゆりちゃんって呼んでるんですけど私が男性だったら結婚したいゆり <laughs> ちゃんと結婚したい 可愛いんだよなんかすごいし自然なの全てが。うん、でとぼけたところもあってなんかこうドジなところもあってでもすごくお姉さん的なしっかりしてる部分もあってなんかなんかこう人間的に魅力があるなんか女性的にもそうなんですけど人間的に好きなんかうんすごい可愛いうん可いいって言葉が似合う、うん、いいよね。 滝沢さんいやもう友達だ友達もも,うもちろんそうだようん里奈も沙織もめちゃめちゃ綺麗だよ、うん、あ高嶋礼子さんも綺麗うん美しいしかも本当に素敵な人優しくて男気あってみたいな、うん、かっこいいしでも女性らしいしみたいなすごい素敵な人 素敵な人ばっかだよ。こうやって言ったら mk さんご意見ありがとうございます。先日ロコンドの配信アーカイブを見ていて、やりたいことがいっぱいあると見ていて、今年はロコンドで何をやりたいですか？目標でもいいです。えっと何をやりたいっていうか、もう。結構あのー？もう練ってるというか、いろんなものを走らせてる部分が多くて、そこを着地するのがもうちょっとで着地しそうなものも何個もあるし、みたいな感じで、今はこれ以上やりたいことは？ もう日々変わっていったりもするのであの今はまあ4件ぐらいあのがっつりもうずっとやってるものがあってみたいなその中でひらめいたものとかジャストアイディアでこれをやってみましょうっていうのももちろんあるし結構だからうんもちろん先のことを会社なのでいろいろ仕込んでいかないといけないものもあるし考えなくちゃいけないものもあるけど常にまあ敏感でいることが大事で。うん、でまあ 仕事だし、まあ、責任感を持ってもちろんやってるんだけどだけど自分がいくらじゃ,じゃあ例えばすごい勉強してとかすごい頑張ってあの仕込んで一生懸命やってそれがまあ身にならなかった場合とか、うん、それがまあ結果につながらなかったとか、えーとまあ、それがつながりそうだみたいなのでやってたけどまあちょっと今タイミングじゃないみたいなのってあるじゃんなんか今やったら違うなみたいな。 でもそういう時に、まあ、せっかく自分が頑張ってやったんだからそれを成立させたいって時もあるけども私はそういう時に「あじゃあ今日はタイ,ミング今回タイミングじゃないんですね」って一回止めとくとかなんかそういう敏感にその時代を捉えるというかその時に一番ベストなもの自分がいくら頑張っても報われたいからそれを押し通すとかじゃなくて「ああ駄目なら駄目でまた」 次の時にやりましょうみたいなとかでなので割とその決まってるものも,もちろんあのやってるものあるんだけど日々変わっていったりとかうんいろんななんかこうディスカッションとか打ち合わせとかもう何気ない雑談とかであのしてた中で生まれるものも多いのでうんだから目標はとりあえずそうですねうんあの目標。 でも言うとちょっとバレることもあるのでなかなか言えないんですけど、うん、でもすごく成立したものが本当にうまくいって、うん、軌道に乗ってちゃんとみんなに楽しく届ければなれればいいなっていうのはずっとそれは目標というかそれを掲げてずっとやってるって感じかな。 ちゃん勝手にお姉ちゃんだと思っています <laughs> 勝手に思うのは自由ですから全然いいですよ、うん、何してあげられるかわからないけどうんアギルチャラオさんあ2,000円ありがとうございますところでオロナインの香りのグッズはどうなりましたかいやそうなのよあれ,あれアギルさんあの時 今度のあのあ生配信見てないっけその言ったあれでもアンケさんが言ったんじゃなかったっけその後ってことだよねさらにその後ってことだよねそう前の知らない人はこの前の配信で何の香りがみたいなのの話になってオロナインの香りいいよねみたいになったのよでそれで私もあそういえばオロナインめちゃめちゃ好きだわと思ってあの匂い。だかかからなんかキャンドルとか あのあアロマキャンドルの,そのオロナイン絶対なんか重要ない気もするんだけど私はそういうのあったらいいなと思ってそれをそれでなんかロコンドで作りましょうよみたいな話で若干盛り上がったのそれで生配信の時にあのうちの社長に聞いたら「えオロナインって何?」ってなってだからそもそもオロナイン知らなかったわけ嘘でしょって私1個しか違ういいのにねうちの社長私41歳なんだけど42歳なのね だからもう同世代もうなのにオロナイン知らないみたいな若かったわかるよまだねだけどオロナイン使わないにしても絶対うちに1個ぐらいあったでしょうそう私もそんな使ってないけどうちにはあったからそうでああいい香りだなと思いながらちっちゃい子が好きだったんだけどうんそうニベアの匂いとかそういう感じそういうので好きな感じそうでもそもそも知らなかったからうんなんか全然盛り上がんなかった うん、だから本当に好きなもの作っていいよとかもしコラボできるようであれば作りたい。うん、西村京太郎サスペンスは西村京太郎サスペンスは多分出たことない気がするな。ででもうちの母が西村京太郎さん大好きで あのトイレに小説がね西村京太郎の小説がぶわってあのもうほぼ全部なんじゃないかぐらいそれでちっちゃい頃からよくトイレに行くと <laughs> 西村京太郎読んでただから好き好きだけど多分出たことないで「オロナミンじゃないからね「C」の方じゃないからね「オロないんだからねナミンじゃないからね 木木の香りが本当は一番好きやっぱほらオロナインとは何ですかっていいう民がいるんだねこれは年齢なのか単純に本当に使ってないから普通に知らなかったのかでも社長がね42年生きてきてオドナイン知らないってことだから、まあ、そういう人もいるよね別に若いからうんぬんってわけじゃないし若いくても使う人はいるしね。 急進タイガーバームの、まあ、時代だけどセいろがは一度も飲んだことない急死も飲んだことないでしょタイガーバームうちにあったけどタイガーバームはなんか意味が分かんなかったど,どうすりゃいいのってあの匂いはうんあの匂いでなんかおかしくなりそうだった強いよね聞き,聞きそうだけどなんでトイレなんだろうねうんそれ分かんない私も聞いたこあ今度聞いとくわ まあ置く場所うちね本がすごいあったから多分もう入らなかったんだと思うあのー、なんか部屋の一角に本棚一角があるんだけどそこにもいろんな,なんか結構ミステリー小説が多かったんだけどそこにも西村京太郎入ってたんで多分もう入りきらないぐらい京太郎,京太郎まみれになっちゃってトイレに逃げ込んだ京太郎が京太郎が「うん、郎もう入れません」って言って。 トイレ行きたいっすってなってトイレになった。うん。でもみんなない？うん。うちも今のえっ、ー、とトイレはえっ、ー、と本入れてないけど前の家の時はなんか前がねもう本当にトイレあのー、漫画がえっ、ー、とね本二百冊と三百冊ぐらいかなあれ。 ほぼ全部、えー、と古谷実さんの、えー、と作品全部とあとは「あやヒーロー」とか浦沢さんの作品とか全部入ってるぐらいあのめっちゃでかい棚があったのだそこに全部漫画出てたなまあ、なんか置きがち、うん、有効活用収納のね、うん、かといってそんなの読まなかったけどねまあなんか トイレにいる時読むっていうよりはなんかあそういえばと思って撮って見るぐらいだったけどね「おろないし知らないか」「タイガーバーム」ってどこだろう中国とかかな「とら」「とら」だからなんかそのなんかイメージあるけどね中国ではないかな台湾とかそういう感じかな外国っぽいよね 日本だったらごめんなさい。あ、金木犀の交代てます。あ、私もね一時期そうだね、うん金木犀。でもなかなか金木犀ってザみたいなのな,いなくない？うん。なんかちょっと違う香りが入ってたりとか、百パーセントみたいな本当になんかもうそこに金木犀が 咲いてるんじゃないかぐらいのあのほら通った時にさ木からこう香るあの感じあれってなかなかないよね一時すごい探したんだけどねあんまないんだよねうんこんばんはこいつぞありがとううん ダブルセーータにタイガーバウムあったえー、そうなんだ絶対そこから取ってんねそう,そ,うそういうことはあ地方紙を買う女はや,やりましたね松本清張さんのねうん田村正和さんのやつねそう総裁地下庁も出てましたねまあゲストですけど。 磯陣名前変わったの嘘でしょどういうこと何人になったの何人オリジンオリジンに変われた磯じゃなくて山になった山人とかになったどうしたの何があったのカトキチにしても何にしても変えちゃダメだってめちゃめちゃ素敵な名前なんだからどうしたのなんか なんかバチバチしちゃったかなねどうして変わったの詳しく知りたいわちょっとタイガー,パー,マー・パンーシンガポール出身へえなるほど紅茶あ紅茶の香りもいいね金木犀とジャスミンの香りが私も好きですうん 司法試を買う女の撮影の話すっごい話したいんだけど絶対話せない <laughs> こんな言っといて話さないとか卑怯だけどめっちゃめちゃは素敵な面白い話あるんだけどうん悪いことじゃないんだけど全然誰かのイメージが変わることもあるからやめとくわうん イソジンはややこしいことになってんのちょ調べたいんだけど,どうイソジンがどうややこしくなったの今さらただ今のあとは体にチンチン体にイソジンチンこんな平和なカバがうがいしてんのになんでなんでそんなことあるのイソジンの飴あるのえぇ、ー タイガー・バウムのコロニーの内部は香港モデルにしてると内部の人がブライト館長に説明してましたへえすごいよく知ってるえイソジン確かメーカーが変わってカバさんも一新しましたそんなことあるイソジンが会社変わった <laughs> えなんかがい外国に買われたなんかイソジンえっカバ何人だった気になったのサインになったの えどういうことえじゃあもうカバカバが冬マフラーを巻いてうがいすることはもうないってことそれは愛護だねえカバさん一新しちゃうだなこんばんは顔がげんこつぐらい小さいですね そんなことないでしょ原骨の二倍ぐらいあるよ、ちゃんと。ね。そんな小さくない。ドムドム知ってる、ドムドムバーガーでしょう。ん。小さき頃ね、えっ、ー、と、確か。 銀座では行ったことあるドムドムバーガーうんおしゃれじゃない銀座銀座のドムドムバーガーっつったらなんか <laughs> また鈴木さん野鳥の話するかなまあそれでなんだっけあれあのこの間あの前回のやつかわいかわい子ちゃんのやつ もうほら名前忘れちゃったあの白いふわふわの可愛らしい北海道にしか生息してないっていうあの子あの今もうはっきり言っとくけど私鳥嫌いだから全然知らないから名前、うん、本日キバラガラもうだったらもうよよよ読みにくいもん,、うん、キ,バラんキ,バラキバラガラ皆さん知ってますかもちろん存じ上げてません でもまた調べるのはちょっと怖いですでも野鳥ってまだちいちゃいよねカワセミみたいなやつだったらまだいけるかもしれない、うん、ドムドムバーガーねうん えー、イソジンが気になってしょうがないんだけど今もちろんだってもうないでしょドムドムバーガーってえかないよねあるまだどこかにあるホープヒロさーん150。 なな六百円ありがとうございますすごい優しいナナさんこんばんは Have a nice、day. I hear your song every day Thank you I also love your song コガラシに泣かれてうんじゃあ歌ってあげようか Very much Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you 出会いは風の中恋に落ちたあの日から気づかぬうちに心はあなたを求めてた泣かないで恋心よ願いが叶うならあの七泡を越えて あ、上手を忘れたい。切ない片思い。あなたは気づかない。キョンキョンの歌ですね。そう、カバーしたんですよね。カバーしたので、私、これは。本当に小さもう幼稚園の時から、すごい好きな曲だったので。あの、だから、小さい頃から、出会いは河川の中って、本当歌ってたの。 で途中のさ大サビに行くときに「ララ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 ラの「愛するなでな」のさ大サビに行く前のところあそこがすごい好きなんだよねそれでもう是非カバーしたいっつってねカバーアルバムの時にね歌ったんだけども。 渡辺智之さん200円ありがとうございます。ななさんの美,美脚マッサージ企画動画お願いします。絶対バズります。やりません。うん、しかも私マッサージしないんで、うん、やりません。ここぞって時にじゃあやろうかな。バズりてってなったらやろうかな。 タイワンドウね。タイワンドウ、Thank you ね。ありがとう。台湾行きたいな。ご飯んおいしいし。アルフィーやスプリングスとかもカバーしてる。うん誰が 肌がとててもツヤツヤヤしていますすね韓国コスメの影響ですかそれも大きいですあのー、前の動画に載せたあの s s i さんの、えー、と化粧品を全部使ってるんですけどであとはそれに加えて今ねファイテンの,あの化粧品がめちゃめちゃ良くてで今ロコンドでもファイテンさんは使ってるんですけどそれであのー、ちょっとすごいあまりにも試してよかったからしばらく作ってるんだけどすごいのびっくりしてファイテンってなんかこのイメージじゃん。 この,このネックレスのイメージなんだけどすっごいのびっくりしてだからそれをねだからいただいたものとあれを全部使ってるうんそれで調子がいいうんそうあのイーさんは案件だけどあの案件関係なく本当にうん私はいくらそうやっても本当にいいものしか言わないから。 うん、ダメなものはダメ,あのダメだとは言わないけど、うん、いいものはちゃんといいってずっと言うしずっと使い続ける、うん、そうだね作詞作曲がね高見沢さんだね確かにそうそうそう、うん、松田聖子さんの歌好きですか好きですねでも一番好きなのは「スイートメモリー」かな

遠く遠くスイ m チメモリー」みたいなね「渚のバルコニーで待っててあなたに会いたくて」「うん天使のウィンク」「ギントラレットの約束だから」 な「なおねなの水平線から光の矢を放ち」「二人を包んでゆくのるり色の地球、うん」このままカラオケ大会になりそう今すっごいカラオケ行きたいんだよね。今週行きたい今週は絶対行きたい。 明後日ぐらいい行きたいできるなら毎日行きたいけど我慢してる我慢してるからこれ買ったの我慢してるからこれを買ったのようちでもね我慢ならない時に発作が起きた時にこれをねあの,かあのね、まあ応急処置にはなるからね今から見始めましたね今から見始めた人は何で歌ってんだろうってなってますよね 私も愛としまそうなのよねいいのよえイソ磯ンがカバくんに別れを告げた理由なんかすごい素敵な感じになってるねに詳しい記事がありましたよかったら検索してみてくださいねえー、なんか泣くそれ泣いちゃうかも磯ンの件だけど。 お仕事順調そうでよかった。はい、ありがとうございます。あら。こんばんは。今日から復帰するのね。お茶。もう、ゆ、たかさん言ってくれないから。お茶飲みなを、みんながお茶飲みなって、あの、なんか当番制で日直みたいにやってくれてたよ。<laughs> 愛知に台湾ラーメンの美味しいお店がある。へえ。 多分なないかなでも多分ね私えっ、ー、と近々ではないけど1か月後ぐらいにもしかしたら行くかもしれないから教えといてくれればあの行けたら行くよ。 なな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 な 気持ちはいやと言っても反対の意味よ私ね元気で歌わないと気持ち悪いんですよねそうでもあんまり大きい声大きい声出ないとさ高い声出さないじゃないそうだからちょっとね近所に迷惑になるからさあれ聖子ちゃん引っ越してきたかなってねざわついちゃうじゃん、うん、い意外と聖子ちゃん知ってるでしょ私ねそうなのよ 喝采どういう歌だったっけ千秋のえっ、ー、となん,かなんか歌詞歌詞を言ってくれれば思い出すかも「喝采どういう,う,いう歌だったっけな」「そんな中今韓国ドラマ何か見てますか?と」と今見てないんですよな昼と夜昼と夜とえっ、ー、と最近見たのんだ,だっけなんだっけ最近見たの。 今ねちょっと、えっと、街って感じですね夫婦の世界と昼と夜を見たかな最近だとあとインサイダーインサイダー最近だとどれだろうなあとハピネスとか復讐代行人模範タクシーとかマウス黒い太陽悪の心を読む者たち、うん、そんな感じかなうん。 で、次、刑事、刑事、刑事6、刑事6、これディズニープラスでやってるやつなんだけど、えー、とイソンミンさんが主役のやつ、あれはなんかシーズン2が入るんで、それを楽しみにしてるのと、えー、とグローリーは、えー、とシーズン2が、はいあのー、もうすぐじゃないですか、3月、確か8日とか、そんなんだったと思うんだけど、それが始まったら見ようと思ってます。うん。 続きが気になりそうだったから、ザグロウリーはちょっと待ってるって感じです。そんな感じかな。風立ちぬ今は秋、うん。時間旅行、知ってそうだけど、私歌えないかも。時間旅行ってあるね、でも。 「いつものように幕が開き」「なぬはいつも毎日子」毎日子になっちゃいましたね毎日子になっちゃったからやめますねそうね 私の世代はやっぱ聖子ちゃん全盛期じゃないですか夜のヒットスタジオとかね,ねああいうのでよけしゃいらんかね合ってるか分かんないんだけどね結構あのみんなも言ってみなミネラル麦茶。 結構発声になるからミネラルムギ茶みたいな感じであの口の,あのはは発声の練習になるからみんな今言ってみあのみんなあの家族で言う人はびっくりすると思うけど急にミネラルムギ茶言ってみなすごい気持ちいいから「うん、よっけしゃいらんかね」がちょっとあの謎だけどね「あのセシール忍びさこんせんせ飲む」みたいなそんな感じの,あのちょっと適当なんだけどね 輝く白い恋のそれを歌えるってことは相当うまいってことだね川原智美さんの歌を歌えるってことは相当うまいよね高いから本当応援してますありがとう励みになります本当応援してたらグッドボタン押してね あなたの低い声。私の低い声ですか私の低い声低い声が好きですかじゃあこうやって喋りましょう。宝塚のようになりますけど大丈夫ですかちょっとイケボでトークしてみようと思います。みんなミネラル麦茶言いましたかもはやミネラル麦茶とは何という人は 無視してください、うん、ブルーレッド置くだけ貯金タイプ <laughs> CM は結構いけると思うどうするみんなこれ著作権で引っかかったら CM のバーンされないから大丈夫かな アカペラで歌うのは大丈夫かなアムロちゃんアムロちゃん何かしらアムロちゃん全部歌えるよ何のアムロちゃんがいいはてだねはてもいいけど僕はぬヌもちょっと地味にね 世代じゃないけどね。私の中山美穂さんの世代は「世界中の」とか「もう、んつつのとダらララららららら,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 らら、ずっとずっとそばにいて」「あななえだった話してぬぬぬなねねゆく」みたいなあの歌「っててて」みたいなまだ歌ってたってみんな歌わせんだもん。 うん、私はう、うん、私も自由な歌歌いたいよでもみんなあの地味に年齢層がバレてるこの歌が好きっていうやつをで地味にバレてる、うん、富士サファリパーク小山遊園地チョコレートはいちみんな 大好き竹本ピアノ電話してちょうだいみんな丸く竹本ピアノねばえねばえ私たちの未来は

ダメじゃん歌わせないでもうやめて「アサヒスーパードライ」僕の名前はヤンポ、うん、ティモテティモテティモテ、うん、もうやめよ人間っていいなほらキイちゃんが来たじゃんキイちゃんお歌歌ってたんだよでしょうまいでしょ なんでも知ってるでしょ。できイちゃんどうしたの今日は。うんお腹空いたの。うんなでなでしてよっか。うんごろんしたの、うん。お腹もちょっと空いて。うんそうなのね。うん。 きなちゃんが、あの、来ました。うん、ここで今寝てます。ごろンとして、きなちゃんがね。うん、いや、なんか声出たら、すっきりしたね。やっぱ歌うってね、発散になるんだよね。うん。一番のダイエット方法、なんかき、きなちゃん、すごそこそこ書いてた。きなちゃん。あ、いいのね。うん、いいみたい。今日は。 だからコロナ禍で一番きつかったのは本当カラオケ行けなかったことが一番ストレスだったそれ以外何のストレスもなかった滝沢沙織さんとの初めての出会いはどこだったのですかキャンペーンガール水着のキャンペーンガールで私たちデビューをしたんですけどまあ沙織はその前からモデルの活動はしてたんですけどキャンギャルのオーディションでたまたま 隣だったので私はオーディションを受けるの初めてだし当時うちの、まあ、学校がもともといた学校がもう全くそういう芸能活動とかそういうモデルもちろんねなんか何かに出るっていう活動は全くできなくてでスカウトをされていたものの私はもうでも仕事できませんよと。あのー、で、まあ、スカウトはなんか、まあ、自慢じゃないんだけどねもうすんごいされてたの。 もう背も大きかったしだけどもうずっと断り続けていてでもその時の、えー、と社長さんだったりとかスカウトマンの方がすごい熱心な方でとにかく話を聞いてほしいっつってですぐ社長も連れてきてでなんかその時に、まあ、熱意ある方だなとは思っていてだけど私は仕事できませんよって言ってて。 じゃっつってその半まあ何ヶ月か経ってからまあでもこのままもしねあの卒業してからっていう仕事だとしてもオーディションとかだったらまあそんなに簡単に受からないからオーディションとか受けてみよっかみたいな感じでああじゃあオーディションぐらいなら全然なんか、うん、そういうどういう世界かも知らないからみたいな感じで初めて行ったオーディションで沙織と出会ってたまたまなの。で隣だったからあの私初めてなんですよねみたいな話してて。 であそうなんだみたいな感じになってそしたら「えおいくつなんですか?」って言ったら「ああの当時だから17歳です」みたいになって「あ私も同い年で」みたいな「81, 81年で」みたいなって「あ同い年あじゃあ頑張ろうね」みたいな感じになってそれでその時のオーディションが旭化成だったんですけど私が受かってで沙織はまた別のユニチカっていうところも で受かってみたいな感じで結果同期になって「ああの時の」みたいになって「そうよかったね」みたいになってそっからそっから40代まですごくない私はデビューしないだから本当オーディションの時からたまたま一緒でこんだけ仲良くなったっていうありがたいよね本当になんかお互いしなんか素人時代から知ってるっていう感じ うんレースクイーンはないねうんないビールもないね揚げ出し豆腐おいしい心ここのる 出ちゃってるよ心の声が、うん、こんばんは景気のいい時のオーディションまあそうかもねどうなんだろうでも大々的にいろいろやってたと思う今ってさそ,のそんなにこうなんだろう例えば新聞紙一面とかさ 決定しましたとか、いろんなところにえっ、ー、とショーとかに出たりとか、みんなで一斉にこうキャンギャルで。いろんなグラビア紙を飾るとか、そういうのあんまりないよね、きっと今。当時はまだすごいそういうのがあったから、だから結構同期。まあ言う、でもまあ言いたくない人もし、うん、調べたらわかるよ、私の同期。うん。そうそうたるメンバーだから、びっくりすると思うよ。うん、だから私は口では言わないけど、触おり、さおりは友達だから言うけど。まあね。 あの一応過去のことだから今イメージをね全然違く売ってる方もいらっしゃるかもしれないから相手はないですけどそうそうたるメンバー、うん、今思えばすごいすごい同期だわみたいなうんとっても仲良かったしね、うん、気になる方は、まあ、調べてみてください <laughs> 多分出るんでそうで私がえー、っとだからデビューした時はまあちょっとハプニングもあったのもあったんですけど「きっちゃんどうしたの?」 あーなんか食べるの一緒に寝たいのか今日はね、うん、ちょっと待っててうんそうだからねあのー、なんだっけそうまあなんかすごいすごいメンツだからうんだからなんか今今はどうだかわかんないけど私ねその時にまあとあるハプニングで一面を飾るのようんびっくりしたうん スポーツ史のね一面を飾ったりとか今ねそんなことなかなかないもんねあんまりかしのおかげかなうーんまあかしがねあんなに素敵に育ててくれたっていうのはおかげですけどうんまあかしに関しては私と沙織が仲良くしてくれ沙織が仲良くしてくれたからかしにまでたどり着いたって感じですかねうん。 そう、ね、でもちょっともうちょっと落ち着いたらなんか休みとかがなんか次の日休みだよとかそういう時にまたちょっとねつ森配信とかゲーム配信やろうかな久しぶりにねかしとネ、ね、ゴットのコラボを見たいよねうん私も見たいデ、うん、デビューーっってオーディション雑誌あったね、うん、私はデビューのオーディション雑誌で見てとかじゃないけど乗ることはよくあったけどもうん。 あー実際に演技クリス演技したことあんの舞台舞台や,やってたのあらすごいねへえ私うんだから、うん、何,の何の未成年のことってことうんまあそうねでもなんかなんだかんだで私10代から知ってる人と今でもやっぱ仲いいかなずっとうん あんま変わってないねそう思うとね、うん、スター誕生スター誕生は多分私は見たことないかななんか懐かしい映像とかでは見たことあるけどあれでたの金トリオさんとかあれなんか違ったっけなあ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 ななナナ一生おちょさんの人もそれじゃなかったっけハイスクールララバイの。 人たちもうスタスタータンじゃなかったっけうん曖昧だけど2000年頃テレビ業界全盛期ミレニアムでしょそんな感じじゃないきっと一応私はその99年デビューみたいな感じなんですよね実際には98年からいろいろ動いたりとかなんかやってたんですけど99年度の、えー、と水着キャンペーンガールから一応デビューってことになってるんで。 実質98年からやってるけどまあデビューって言ったら99年になるのかなうんだから何年だったんだ99年としてもう24年24年目ぐらいなんだ今長っ怖いね半分以上仕事しちゃったかもね人生のね ええー、舞台の演技を少ししましたでもほとんどは制作さあーなるほどあじゃあそういうそういう感じなんだクリスはあ芋筋とりょうかうんたの筋と芋筋がそうだねキちゃんの方だよねうん <laughs> 駅弁はどんなお弁当が好きですかイカ飯イカ飯とあとは深川飯の えーと新幹線系だとだいたい深川めしのやつた食べるかなうんいかめし好きあとなんかタコたこのつぼたこめしみたいなやつあれも好きかなうんそう嵐と同期そう撮影は海外が多かった時代ですねうんだから私はあのー よくほらグラビアとかああいう水着系だとサイパングアムハワイみたいなのが多いんですけど私はハワイばっかりだったかなありがたいことに、うん、ハワイすごい好きだとハワイ多かったかもしれないで一番最初のキャンペーンガールの、えー、と撮影がバリだったでサオリが確かねニューカレドニアみたいなところだったなんかすごい青い島みたいなとこ行ってた、うん、なんかそういう何でも海外に行けちゃう 時代ではありましたね。今ね、そうもいかないもんね。アイフォンは初期の頃から使われてました。うん。そうですね。 昔は逆にもう,もう何年も10年ぐらいもう二台持ちとかしてないんですけど若い時は逆,逆に謎に二台持ちとかしてたんでちゃんとガラケーも持ちながら iPhone 出た時やっぱ iPhone 買いましたしうん iMac 出た時も iMac 買ったしそうねねきーちゃんおいで。 なんかヤギがいた今。メーっつってた。めーちゃんおいで、あもうおいで。メーちゃんおいで。いやヤギの人おいで。うんうんじゃあそこらへんにいんな。お笑いスター誕生。それも多分生まれてるかな。私あの言っとくけど八十一年生まれなんで。 はい、昭和56年生まれです久しぶにあ久しぶあ峠の釜飯好きわかるあの陶器みたいなやつに入ってるやつねちゃんとこう釜飯のあれ好きなんかあの小さい頃からお父さんとか出張に行くと釜飯買ってきてくれてその,あの釜飯のあれがもったいなくてどんどん増えてって一時期あれでご飯食べてたもんね うん、ちょうどいいんだよねなんかあのお茶碗だとやっぱちっちゃいのよ私とかだとねだから釜飯のやつだと大盛りで食べれるからさうちにまだすごいあるはずだよ多分 <laughs> 釜飯のやつうん久しぶりに復活しましたおかえりねえほうおかえりって言ってるきなちゃんもねえおかえり久しぶりに来てくれたよねえ うーんよかったねって大丈夫っつってるあおちゃんもみんなうんありがとう新幹線のアイスあっ分かるめっちゃハーゲンダッツとかめちゃめちゃあれでしょハーゲンダッツのことじゃないすんごい冷凍されてるよね 一回だけ食べたことある私アイスあん,あんま食べないからあれなんだけど異常になんか誰かがアイスを食べてそれですごい食べたくなってアイス食べようってなった時にもうあれワンチャンバリっていくよねそのぐらい硬いってそういうことを言ってるよねきっと硬いイメージあるわうん、うん、おいでわわ言わないで帰んなおいでキッゃン ひい、うんえー、ちゃん近くいなうんひい、えー、ちゃんかわいいね今日ね夜ねご飯食べてないのよなんかさっきまでなんか何も食べてないのに胃が破裂しそうになってね「うん絶対に今日は食べれない」って言ってちょっと落ち着いてきたんだけどなのでイチゴも食べてそんなにあの今日はね夜食べないと思う。 私ね、いっぱい食べるんだけどずーっとねあの毎日それぐらいなんか一定でバンバカ食べてるわけではなくて食べない時は結構全然食べなかったりとかでも大食いの人ってそういう人多いと思ううん、毎日なんかいっぱい食べてるわけじゃなくてみたいな食べない時は全然食べなくていいみたいなうんってとこあるかな57年リアルタイムでやってたでもちいちゃき頃はああ スタッフは多分だからその昔のその番組をフューチャーした時とかに見てるぐらいでそのリアルタイムでは見てないと思ううん、豚まん。午後一は新幹線で食べるとえらいことにみんなにちょっと迷惑かけるから、あのー、冷凍とかであんまり買わないようにしてるあのすぐ食べれるやつはね すごいみんなぶ豚まんに包まれるでしょ551になるでしょそしたらその嫌な匂いが嫌だって人はあんまりいないと思うけどあの匂い嗅いだら絶対食べたくなると思うのそうすると買わないでお土産を551を買わないで東京に帰ろうとした人がうわ買っとけばよかったっていう後悔をさせるのが嫌でか食べないい明日東京行くんだいらっしゃい世代を感じますねうん。 もう古い古い話あんまりねほどほどにしな清家、うん、のシウマイ弁当が一時期品切れで買えないと今もあのお弁当箱すごかったねめっちゃ売れてんでしょ全然興味ないけどちょっと欲しくなったもんね ああいうなんか企業系とかそういうのに弱いんだよねなんかああいうのを作ってるのは。でもね私崎陽軒をちょっとディスってしまうかもしれないんだけど崎陽軒自体は好きなんだよ好きなんだけどあの木のさ木に入ってるじゃない薄い。であのこう蓋を開けるとさまあ蓋を開けたらまだ大丈夫か。あのご飯がさ あのこういう俵型みたいなのでちょっとこうギュッてさされたあの形がこうギュッてこう,こうなってるじゃん。でゴマがペ,ペペペペってなってるじゃないあのご飯結構下の木に奪われるんだ,よ、ね、だから1010 10すくね10がマックスだとしたら大体いつも8ぐらいしか救えないっていうのがちょっともったいないなっていつも思う。で 崎陽軒の弁当を食べれる時ってたいまあロケ弁とかで出ることが多いんだけどあの実際にはあんまり買ったことはないんだけどロケ弁で出る時冬の場合だと余計それがもう固まっちゃっててもう箸がとにかく割れるわけそのご飯にギュッていった瞬間にね、うん、どんなに優しくもうでもらあら型でさちゃんとこうなってるからさご飯が。 結構それを紐解くのがさ第一声がすごい難しくってそれでね箸をこうバッて折れてしかも寒い中でさやっとご飯の時間だってなってさもう死ぬほど撮影してさそれでなんかご飯にこうバッて行った時にさ箸がバキッと折れた時にうわーこの仕事大変だなーって、うん、なんか崎陽軒で死ぬうん偉いなーって米に。 箸刺さんないけど折れちゃったけどだからその替えの箸がない時とかはその折れた方の箸でもうち小さく小さくしてもうなんかたこ焼き食べれるみたいに食べるのよなんかそれが切なくってさうんで電子レンジはないよ外にはそんなあったかいってことはもう奇跡だからねうんみんなねい,いいいいもん食べてんだろうって思われるかもしんないけど 多分みんなよりも大変よそういうところはいい時間なので最後のネタとしてまたチャット GBT 片瀬奈々の面白い話の回答ですあるバラエティ番組で片瀬菜奈々は携帯電話のストラップを自作することに挑戦しましたそこで片瀬が作ったストラップはなんと自分の髪の毛を使用したものでした それに驚いた共演者やスタッフから「それってあり?」とツッコミが入る中片瀬は「これが私のストラップだから」と自信たっぷりに答えていたそうです何の話 <laughs>、ね、ソースちょうだいよそれあチャット GBT に言ってんの今いや絶対ないそんなことあったらごめんだけどそんな気持ち悪いことするそりゃ引くよ てかその髪の髪私が切って切って作ったってこと怖くない絶対 <laughs> 大丈夫チャット GBT 誰と勘違いしてるかもわかんないけどそんな人いないと思うけど持ってるとかいう話じゃないもんねてかそもそもストラップって 作ったことないと思うんだけど <laughs>。うん。ないと思うよ。それはさすがに低いよ。それは引くのは認めるけど。それを面白いと。面白い話だと思ってるチャット G. B. T. も面白いよね。すごいね。すごい話だね。な、な、謎めいちゃったね。ありがとう。すごい、さすがだね。チャット G. B. T. さん。 シューマイ弁当ってシューマイがご飯の代わりになってるようなものかと思った時期、うん、ないでしょ意外とでもねチャーハンが美味しいんですよね崎陽軒私チャーハン派なんだよね「MK さん500円ありがとうございます」「今歌いたい歌ありますかまた戻してしまってごめんなさい今もう結構歌ったからねうんでも歌いたい歌はもうめちゃめちゃあるんだけどもう k p o p か大地君か、うん、だからみんな みんな巨頭になにるから、うん、大地君は歌ったらもう止まんないし、えっと、大地君の場合は相方がいないと、うん、あの成立しないから一人だとね成り立たなかったりするし、うんうん、ちゃんとでもあの残念なことにこどんなに絵で歌ってが、ね、歌ってもカラオケ屋には勝たないのよね。 うーんだから余計行きたくなるみたいな感じになっちゃう結局歌えば歌うほどシウマイ弁当は毎日6万食も作ってんのすごいねそれでも売れるわけでしょあだるまの弁当あ持ってるうちもあったわ最近食べてるだるまの弁当も好きだわ美味しいよねあれねあれもなんかちょっとなんか炊き込みというか 茶飯みたいな感じじゃなかったで上に具が乗ってみたいな犬かあ猫ああきなちゃんずっとそこいたの きなちゃんがねあの毛が抜けまくるまあ猫ってまあ犬もそうだけど毛が生え変わる時期あるじゃないあの時とかすごい出るからきなちゃんとかの毛をきなちゃんのこの頭の上に乗せてもヒ,ヒカンみたいにして遊んでる、うん、ちょっと突っ張りみたいにして遊んで写真撮ったりとかする実は今日誕生日でしてみんなシロさん 誕生日おめでとう誕生日の中この配信を見てくれてありがとうみんなおめでとうとささやかにパチパチパチと「おめでとう」「マツケンオレーオレータカタタタンマツケンサンバ」なぜ今マツケンサンバをチョイスしたのですか ねみんなおめでとうだって嬉しいねおめでとう <laughs> よかったよかったチャーハン弁当が当面販売禁止中止休止になるのそれは寂しいお知らせだねどうしたのチャーハン業界がな,なんかチャーハン業界大変なの なんでだろうやっぱり、あのー、食材が高騰してるとかいううぬもあるのかしら。はおおまるさん300ありがとうございます。ななさんこれでおやつのおやつ代の足しにしてくださいありがとうございます。あとガンダムで一番好きなモビルスーツは何ですか、うん、キュベレーマーク2100式。 です。キュベレが一番好き。ハマンが乗ってるキュベレが好きです。ああ、そうか。トリインフルだ。なんかでもさ、もう世界でもさ、世界的にもね火事になったりとかさ、いろいろトリインフルになったりとかさ、ねえ怖いよね。確かにそうだ。チャーハンは。 卵使うんだったわよくないねでもインフルエンザとかもしょうがないことだからねでもなんかあれでねえみんなね処分されてしまうのはか,かわいそうだよね本当にねその経営されてる方もしんどいでしょうしねだって手塩にかけて育っててきてさねそれで。 うん、かわいそうだねうんどうにかどうにか早くねそういうのがなくなるといいねもうん、ね大変だね卵料理できない店もあるのに今日私あ昼オムライス食べちゃったよなんか罪悪感感じるけど食べないっていうのもあれだしねうん間に合ったよかったクリス 50フィリピンペソー、Thank you. あなた、私の人生の光だ。おう。So lights?My、mm. heart warms.Take care always.Thank you. ありがとう、クリス。It's my reaction ね。Uh, 予定では 予あでも全然考えてなんかとり,とりあえずお腹空いてないなと思ってでもえっと、うん、一応豚バラは冷凍であるしキャベツは買ってあるしピーマンもあるからでホイコーロンのもとはクックドゥを絶対使うんだけどクックドゥはもう 4, 4個ぐらいいつもあるからストックがね、うん、だからまあホイコーロンにしようかなと思ってた。うん だけど今もなお全然お腹空いてないみんなあったかくて素敵だよね本当にどうしてみんなこんなに素敵なのっていうぐらいねありがたいねうんだからあの気軽にコメント書いてもらえれば嬉しいなと思いますうん。 コオロギののパン食べれるうーんどうなのみんんどなみないや別に何もコオロギのことに関してはコオロギに罪はないしまあねゆくゆくはいろんなものがね試行錯誤することはすごくいいことだしさだってきっと食料はどんどんねいろいろ減っていくわけだからね世界的にだからその一つのっていうのはいいと思うけどうーん。 だけどなんか私は給食で試すののはどどうなのかなかと思ったけどね、うん、大人たちでもさ試そうよってさなんか子どもたち子どもたちには別に後々でよくないかっていう逆に思っちゃったけど、うん、それでさ万が一さなんか食べない嫌ですってなってさ一食結構大事じゃん子どもの頃のさ学校の時のさ給食ってさ結構楽しみな部分でもあるし ね、なんかこう決められた時にしか食べられないのにあったほら好き嫌いとかもいろいろあるわけじゃんみんな、ね、あれアレルギーとかもあるわけだしだからなんか万が一そのコオロギってエビと同じなんかこう甲殻類みたいなあれの作用があるんだよねだから万が一アレルギーだった場合とかどうすんのとかどう責任取れ,取れないじゃん責任をうんだからなんか給食まではちょっとまだ早いんじゃないかなと思うけどみんなどう うん、試験的にやるのはなんか学校ではない気がするけどね私はそうね卵10パックそうだねまあ10パックじゃないけど1パックね10個ってことね88円そうだよねうんそんな感じだったら89円とかそんな感じよ100円いかないよって感じだったもんねそうポケモンデーでねスカイレットバイオレットのね そう楽しみにしてる新しい追加コンテンツ伝説のね子が2人私でもな私はバイオレットやってるんだけどスカーレットの方がなんか好みだったなあの伝説とかのレイドの子とかもうんこんばんはイナゴの佃煮食べれるかなうん 地元のローカルのメニューはサイダー缶。缶何サイダー？あのサイダー飲む？サイダーの寒点どう,いうどういうこと？卵はバラ売りで買います。ああ、今もうそんなバラ売りで売ってるっけ？最近見ないな。そういえば。小さい頃は結構バラ売りでもなんか売ってた。イメージなんかあの？ なんか米のなんか米ぬかみたいな中にこうね置いてあって取るみたいなそれで自分でパックで詰めるみたいなのあったけど最近見たことないけどねえ確かに今だったらバラ売りの方がいいかもね結構さまあご家族がいるんだったらいいんだけどまあ私はだいたい4個とかねそんなにお大きなパックを買わないんだけど余らせちゃうからさ卵ってもったいないからね。 割と今の時代はまあね一つずつすごく高価なものになるというかね貴重なものだからバラで売ってくれた方が、うん、みんなに行き渡っていいんじゃないかなと思う今日もおいしいもの食べさせてもらったのよかったね 最近母が小麦粉を使わないお好み焼きを作ってくれてますえ、どう、どう、え、もち米、もち粉、米粉何、何で作るの、それは良さそうビール飲んでたら同じような気はするね、確かに私も飲まないからちょっとわかんないけど、ね 本当に影響するのかが体感できないからわからないけど、うん、でもなんかビール美味しい本当心からビール美味しいっつって飲みたいいつかははあーなんかかまずとりあえずビールって言いたいしなんかこうもうさ大体のお酒好きな人ってメニューまず見ないじゃん何するみたいなでビールでっつったらあ私もビールでみたいなとか俺もビールでみたいなあれやりたいあ全然ビールでいいよみたいな生でみたいな感じで。 とりあえず感で言いたいた憧れるで別に飲めなくはないんだけどただ嘘つかないで本当に心がうわービールうまっ!」ってやりたいうんそれは結構夢あーまたじゃああのー、ポケモンのねその追加が来たらまたやりましょう。 その時にお会いしましまょうで私もバイオレットでスカーレットの方とかと交換会しましょううんそれはやりましょうサイダーの寒天美味しそうそれはもうサイダーの味なのなんか他にこう追加されてるのなんかこうシロップを入れたりとか味をつけたりとかするの例えばみかん入れたりとかさなんか缶詰のみかんみたいなやつとかもうそのまんまなんか美味しそうだね 小学校の給食といえば白玉団子を使ったお味噌汁とプリンみたいなチョコのデザートが好き白玉団子を作ったお味噌汁白玉好きだけどお味噌汁と合わせたことないへえすごいねプリンみたいなチョコのデザートなんかあった気がするそんなの。

ね、ゲームをやりたい気持ちをずっと毎日抑えてんだよ。であの人の配信見たりとかさいろいろ調べたりとかしてうわやっぱやりたいなとか思ってさ牧場物語だって見送ったしさもうだからモードはモードなのよずっと、うん。だけど今ちょっと取り掛かってる時間がないかな。で私がちゃんとじゃあ決めて2時間とかさちゃんとそうやって区切ってあのちゃんとね あのすメリハリをつけれる人だったら全然いいんだけど私は本当にダメ人間になるからもうゲームみたいになるからずっと多分四食時中もうずっと気になっちゃってもう竜河如くなんてやっちゃってたらさまあでも維新とかの場合はまあね極みだからリバイバルっていうかさね焼き直しだからまあなんとなく覚えてはいるからあれなんだけどでももう,もう気になっちゃって続きが「知りたい知りたい」みたいになっちゃって終わりを目指したい終わりを知りたい人だから。 だからうんもうちょっとかなだから次次なんか祝日ないの平日の祝日とかなんかそういう時だねの前の日とかだったらやれるかもしんないそうそうチョコのバワロアみたいなのあったねありがとうスカレットのありがとうかたチさんのお母さんも身長が高いのでしょうかいやそこまで 小さいわけではないけど。百六十三種ぐらいじゃないかな。うん。給食袋って、私。記憶ないんだよね。給食袋って、逆に何に使うんだっけ。私、多分なかったはず。うん。こっちゃん、千百七円、ありがとうございます。奈良さん、いつも奈良さん、生配信、ありがとうございます。 奈々さん癒されます奈々さんが言ってたんですが今度名古屋に来るんですか仕事で来るんですか今、僕は今奈々さんのドラマや動画の1日動画1日見ることを目標にしてますありがとう奈々さんいろんなことを語ってる奈々さん癒されますいつか奈々さんワークショップやってください何を芝居の僕は絶対僕は行きます奈々さん動物の森配信やったら絶対に行きます奈々さんの島に こうちゃ来たことないのかなあんのかな私の島。そう、えっ、ー、とー、仕事で行きそうなんだよね。うん、まだ日にちは決まってないけど、うん、決まったら言うね。みんなが来れそうなやつだったら言います。ありがとう。 白玉の食感そう美味しいへえ小学校のマラソン大会の後白玉入りの豚汁を飲めるのが楽しみでしたそういう地域があるのかな私は初めて聞いたあの白玉がそういう味噌汁系だったりとかそういうな食事系に入ってるっていうのを初めて聞いた21日お近いじゃん21日しかも火曜日おお で、21日はちょっと火曜日かな。ま、次あるかわかんないけど <laughs> あ。あ、そこ狙い目だね。春分の日かえー。じゃあそこかな。そこかね。うん、うん、髪はストレタイロンはしてますよ。うん、結構広がりやすいんで、こんなにあの洗ってすぐこんなにサラサラではないです。 マイコップ入れああマイコップもなかったはず牛乳だったからだからすなわち多分持ってない「1107いい女だよ」と「いい女の日」うん、え北海道は 給食に味噌ラーメン出るうわーなんか北海道っぽくていいねてか北海道だったらもう絶対給食もめちゃめちゃ美味しいよね明らかにあでも確かに味噌ラーメン出たことあるわでも全然味違うんだろうね東京でも出てることあるうんだけどなんかなんかきっとほら北海道とかだとすみれみたいなの出るん,んじゃない味噌ラーメン美味しそうなの出そう あ給食袋には給食当番の白衣を入れてたあじゃあ給食当番の時は持ってってたのかなちょっと全然記憶にないねなんか食べ,食べたことだけはすごい異常に残ってるけど給食袋は多分今思い出さなかった一生思い出さなかったかもってぐらいうん集まりしてほしいあつりしよう うんとりあえず熱盛しようじゃあねまあでも熱盛だったら正直ね日曜日とかでもできるけどね今週そうする今週熱盛にするねちょっと考えとこう気分気分でうん。 お茶飲もうね逆にだから日曜日早い時間からやればいいかね六6時とか4時とかみんな来てくれないかどうかな早い時間にやるっていうのはありだなタロット占いについてですが どんんなな内容ででも占っていただくことが可能なんでしょうかあの基本的にはどんなことでも大丈夫ですただ、えー、とタロットのルール的にっていうかまあまあそういうのはっていうのはえん、ー、とまあ人の生死にね関わることだったりとかうーんまあそういうことはダメかなぐらいかなうん。 あとはすんごい遠いことは占えなかったりしできないので、うん、大体まあ長くても1年ぐらいの範囲内だったらあの占うことはできますよ、うん。全然でも何でもいいんですよ。もう細かい話じゃなくてもいいし明日何着たら何の服着たらいいかなとかそんなんでもいいですし。明日 だだからこいつ入試なんだ静岡頑張れ静岡のみんな入試だなんかこないだ駒沢大学かなにすごい行列もう多分試験なのかなんなのかすごいあのー、若者たちが列を成してたよだからそういう時期なんだと思ってうん。 ペットボトボルケースいつもと違うでしょうこれはねあのこうちゃんが、ま、前田さんがあのくれたやつですお今日使ってますこんばん若さんは今年富士やサマソニーと夏フェスに参加うん参戦します今年はさすがにもうずいぶんいってないから、うん、フジロックもあんだけ皆勤賞だったのに初めて途絶えましたね 私は1回目だけ行ってなくてあのフジロックは2回目からもう全部行ってるんですよでこの2年いやもう3年かあっ2年だね19年から行ってないからそれまではもう本当に1年フジロックのために生きていた頑張っていたみたいなところぐらいうん ケンドリックラマーとかブラーとかねこ今日もラインナップまた発表されてましたけどうん今年は行きたい行くつもりフェスの企画は進んでますよもう結構それは、うん、すごいやってます今、うん、結構そのことで頭がいっぱいなのはあるだからこそあのちゃんとねあの素晴らしいそのフェスたちをちゃんと見習って勉強してね、うん、体感してね ってい。ギャンブルのそうだねギャンブルとかで何が当たりますとかもあんまよくないね。「スター・ウォーズ」好きなのそうこれね半ソロ半ソロの片瀬菜バージョンだったりとか。うんということで今日はもう終わりにしようかな。うん今日ねぶっちゃけ最後だから言うけどめっちゃめちゃ眠かったの。 今日うん、ワンちゃんちょっと今日やめよっかなとか寝たいなとか思ってたぐらいででもやっぱりちょっといつもね来てるみんなのこと考えたらやっぱ今日はや,やりたいなと思ってつけたんだけどそうでもねなんか喋っててあさっきも歌ったから歌ったらめっちゃ元気になってそうとはいえね、うん明日はちょっと遠出もするんでお仕事で。 で今日はちょっとちゃんと早く寝ようかなと思ってます。フジロッッックの1回目はレドホトだよあれええちゃんは「レッドホット」って言ってたんだっけそう「レッドホット」で。でえっ、ー、と台風もう,もうすごいもう嵐で中止になったっていうレッドホットは中止になったっていうね。 さということで皆さん今日も2時間お付き合いありがとうございました最後のいちご1個残したのを食べてねまあまだね折り返しですから今週はみんなも頑張ってねゆっくり休んで寝てねうん。 これから猫とと寝ますゆっくりと、うん、なんか多分それをね求めてんだと思うのきなちゃんとおもはねあそれが一番好きみたい今なんかハマってるっぽい猫ってほらあのー、その時の流行りがあるから急に昨日までここずっとここで寝るのが好きだったのに急に変わったりとかさ全然好きじゃないみたいななんか今ここ1ヶ月でも1ヶ月以上だから結構ハマってんねうんなんかなあちゃんがいいみたいな感じになってる なあちゃんとじゃないと寝たくないみたいな感じの甘いんぼさになってるということでありがとうね MK さん500円ありがとうございますお疲れ様です明日も頑張ってくださいね応援していますありがとういつもありがとうねお歌いっぱい歌っちゃったけどあきちさん320円ありがとうございます少しだけどこれでよかったです紅茶代にもありがとうあきちさんおいしいもんいっぱい食べてるからなねまた 美味しいもん食べさせてもらってくださいのえちゃん頑固頑張れ頑張れ楽しめこーちゃん1 0ありがとうございますななさんまだ僕はななさん島に行ったことがありませんななさんまたいつもななさんエールもらって大丈夫ですかチャットの皆さんにもあと絶対に ラインのやついきますあ,ありがとうございますコウちゃん頑張れみんなも頑張れハイファイよし明日も頑張ろうはいはいコちゃん頑張れねよしよしみんな自分の力を信じようそして自分を愛してあげてくださいねあとは うん私みたいに、ね、年齢が高い人たちは、ね、自分よく頑張ったよってたまには褒めてあげてくださいね。なかなかね年を取ってくるとなんか怒られたり褒められたりすることな、ね、あんまりなくなってくるんでねせめて自分のことは褒めてあげましょう。ということで皆さんありがとうね。じゃあ今日もお休みみんなも寝るんだよ。 私はこっそりゲームやらないようにするから我慢するからね。じゃあありがとうみんなまたねーおやすみー。